こんにちは、吉谷さん。まあ、スマホで撮った写真、いいですね。なんか一眼レフもだいぶ使ってきたんですけども、もうね、スマホの簡便性と、それから技術力にはもうかなわなくなったんじゃないですかね。一眼レフいっぱいありますけども、もうちょっとカメラも終わりかなと、カメラ転売ももう限界かなと思いますね。過去の遺物になったような気がします。というのが、まあ、スマホの方がいいんで、使い古したスマホの転売の方が今はね利益率高いんですよ。残念ながらこんな簡単なもので横から右から左にボン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 ね売れちゃうんですよね。いやー困ったもんですね。でね、なんかこう思いがなければっていうところがあったんですけども、確かにね、誰かのために何かをしようとか、自分を喜ばせようとかね、誰かの幸せのために何かをしようって思いがないと何も気づかないし、気づかないから何もしないでしょうね。で、いつの間にかお荷物になっているってことに、これがね、これも気づかないんですよ。やっぱね、そういう存在ってのはあると思うんですよ。完全にお荷物になっているんだけども、なんかそれに気づかずに過ごしているみたいなね。まあそういう人ってのはおそらく自己の権利の主張にはものすごくね、躍起になるのかもしれないですけどね。まあなんかこう新しく人生始めようと思ったら、確かにね、吉谷さんが言われたみたいに、まあ、私が麻雀店でいいやと思ったら今の暮らしはないわけですよ。麻雀店なんて嫌だと思わないとね、麻雀から離れようとかね、これをもうね過去の遺物にしようって私が思わなければ、多分未だにズルズルとやってたんじゃないですかね。特に麻雀って私の得意分野だったんで、立ちの悪いことにプレイヤーとしては得意だったんですよ。でもマネジメントね、店舗を経営する能力としては私はちょっとなかったのかなと思います。まあ、ですので、もしかしたら麻雀を、得意な麻雀をやりながらその暮らしの中でですね、生きるか死ぬかギリギリのところでやっていって、まあ、先のない暮らしをしてたんじゃないですかね。私がだから多分今の暮らしに変わっていったのは麻雀を捨てたからだと思うんですよ。少なくとも自分の人生変えようと思ったら今いるところから離れないとダメじゃないですか。それは辛い葛藤もありましたしね。離れたばかりの時は麻雀やりたかったですよ。だから麻雀の間の字すら言葉にしないようにして、その環境を遠ざけて、やっともう暮らしをこう変えていったってことなのかなと思いますよ。そのぐらいのやっぱり強い意志とか意志を反映する行動がないと、まあ自分の人生を身一つ立てることはできないんじゃないですかね。やっぱり人は流されていきますからね。で、たちの悪いことに昔の分野からの誘いってね、ずっとあるんですよ。だからそれを本当にひどい言葉でね、跳ねのけていかないと本当になんかどこで隙が、小さな隙がね、大きな暮らしの破壊につながるかわからないんでね。だからやっぱね、こう越してきた時とかも、まああれですよね、人間関係っていうかね、まあ、いわゆる女性関係ですけども、あれのね引力も強かったんですけども、やっぱこれも、まあ、全部断ち切るみたいなね、まさに決断というやつですけども、断ち切って捨て去って新しい人生手に入れるために強い意志を持たないと、稼ぎ一つ作れないんじゃないかなと思いますね。で、まあ、今はね、まあ、暗号通貨のことまたねやりだしたんですけども、これがすごいですね。やっぱり投資を始めた頃のようにアフィリエイトを捨てないと投資は手に入んないという、その辺の不分率があるなと。確かに今までのことをやればね、それは楽ですけどね、どんどんこれ衰退していくだけでしょうね。プロダクトローンチなんて未だにやってる人ってもう危ないでしょうね、きっとね、まあ、きついんじゃないですか。まあ、強い意志がないとダメだということですね。強い意志があれば何でもできるけども、強い意志がなければ何もできないということかなと思いますね。いってらっしゃい。